皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、エリンギを使ったガチで美味しい一品を紹介させていただきます。ほんとね、エリンギもプリプリで食感が良く、表面を香ばしく焼き上げることで食欲が刺激され、これから紹介するね、めちゃくちゃ美味しいタレを絡めるだけ、もうたったそれだけでお箸が止まらない絶品のおつまみになるんで、お酒のお供探している方はね、ぜひ一回作ってみてください。ほんとこのね、エリンギのやばい食感を楽しめちゃいます。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。エリンギ1パック、そしてこれが今回のガチで美味しいタレ、覚えてください。こちらはオイスターソースとお酒が大さじ2杯、そこにおろし生姜小さじ2杯と大根おろしをね、まあ適当に大さじ1、2杯加えて混ぜ合わせた状態。このタレマジでやばい。材料は以上です。まずエリンギを切り分けていきます。この石突きのところが汚ければ取り除いてきれいにしといてください。そしてエリンギを買うとき、できるだけ太いものを選んでください。食感よく食べ応え抜群になります。まあこれぐらいの長さのエリンギでしたら4等分ぐらいですね。輪切りにこんな感じで切り分けてください。よいしょ。そしてこの切り口のところに片面だけで OK なので、まあ3分の1から半分ぐらい、こんな感じで格子状の切り込みを入れていきます。ズボッと切り落とさないように気をつけてください。よいしょ。はい、こんな感じね。これすべてのエリンギね、この切り口が広い方が上になるように切り込みを入れてください。こうしとくことでね、タレが絡みやすくなり、火も通りやすくなるんで、これぐらいの格子状すべて入れちゃいます。あとこの傘の方は、こっち側ね、この傘の方に切り込み入れといてくれたら OK です。はい、こんな感じでしょっと、もう大体で OK なんでね、こういう格子状の切り込みを全体的に入れちゃいましょう。よいしょー。はい、よっと、おい。はい、そしたらフライパンに油を薄くなじませ、弱火でしっかり温めてください。温まったところに、この切り込みを入れた方を少しね、押さえつけるような感じで、フライパンに並べて入れてください。火力は弱火で OK。はい、こんな感じね。そしたらもうこのまま動かさずに香ばしい焼き色がつくまで様子を見ながら焼いちゃいましょう。あいよー、だいたいね、3、4分動かさずに焼くとこんな感じで香ばしい焼き色がついてきますので、エリンギをひっくり返してください。これ焼くときにあんまり動かしすぎるとエリンギから水分がどんどん出てきてパッサパサに仕上がっちゃうのでね、できるだけ動かさないように。はい、こんな感じで再びひっくり返したら3、4分様子を見て、反対側も香ばしい焼き色をつけちゃいます。はいよ、両面香ばしくいい感じに焼き色がついたら OK。 そしたら火を消してください。フライパンが熱々になってるので火を消したところにこのタレを入れます。はい、全体的に優しく沸騰が落ち着いてくるまで混ぜ合わせて、タレをエリンギに絡めてください。もうこのフライパンの余熱だけで十分です。火をつけたままやっちゃうとね、タレが一気に煮詰まり焦げる恐れがあるので、火を止めたところへ入れてくださいね。はい、そしてこんな感じ、もうボコボコーっと沸騰したのが落ち着いてきたら OK。 じゃあ盛り付けて食べちゃおう。はい、完成しました。タレもたっぷりかけて盛り付けてください。まああとはね、刻みネギでも散らしときましょう。はい、これがね、プリプリの食感が楽しめるエリンギのジンジャーオイスターみぞれ煮込み。マジでね、香ばしくなったエリンギとこのソースの相性抜群なんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは今日もパオいただきます。うん、やばっ。マジでエリンギは香ばしく、プリップリ。そしてこのね、生姜を効かせたオイスターソース、大根おろしを混ぜてることで、めちゃくちゃ食べやすくなって、エリンギ全体にもまとわりついて、ガチやばい。これ最高やわ。ほんとね、エリンギを輪切りにすることで、
食感がやばい。エリンギってキノコの縦に沿って繊維が入ってるので、輪切りにすることでね、噛み締めるパワーがちょっといるんですけど、それがコリコリプリプリしててマジで美味しい。このタレがねちょっぴり濃いめで、めちゃくちゃねお酒に合う感じに仕上げたんで、マジでおつまみとして作ってみてください。うん、この大根おろしのジンジャーオイスターソースだれがガチでやばい。もしねご飯のおかずなどにしたい場合はオイスターソース半分ぐらいに減らしてもいいかもしれないですね。ただ今回はね味のパンチをつけたんで、もう酒に絶対合うんで早速飲んじゃおう。はい、ということで今日も行こう、乾杯。はい、うまい、最高、マジたまらんわ。エリンギプリップぷり、ほんと口の中に入れてずっと噛んどきたいぐらい食感がやばい。あー、おいしい。そして今回のポイントとしましては、エリンギをフライパンに入れたら香ばしい焼き色がつくまでできるだけ触らないでください。あまりねいじくり倒すとエリンギの水分がにじみ出てきてパサパサになってね、風味などが飛んじゃいます。そしてタレを加えるときは火を消したところで必ず入れてください。ゆっくりじっくりねエリンギを焼いてることでフライパン全体が熱々になってるので、加熱した状態でタレを入れちゃうと一気に煮詰まってね焦げちゃう恐れがあるので、もうフライパン十分に温まってるのでね、余熱だけで十分にタレを煮絡めることができます。そして香ばしく表面に焼き色をつける。最高。たったこれだけでねこの香ばしさが加わって食欲を刺激してくる風味に、プリップリでね心地よい食感、そして今回のこの美味しいタレ、三拍子揃ってガチでお酒止まらんくなる。ワンパックぐらいやったらあっという間にいっちゃうな。マジでね今回のタレの分量で 2,3 パックはいけると思うんで、いっぱい作って楽しんでみてください。うまつぎ。